そうですね、うん、紫村、いよいよというか待ちに待った7月1日、はいうん、おとといですね、うん、全施設ですね、はいはい、再開ということで、はいはいはい、めでたくオープンすることができました。ありがとうございます。待ちに待ったって感じですかね。はい、本当にちょっと、長い間、臨時休業ということで皆様にご迷惑をおかけしましたけども、はいはいはい、いやいやいや、はい、念願の再開ができることになりました。今月からってことで、はい、そうですね、何かその久しぶりに来た、うん、1人目、まあ、第一発目のお客さん見たときどう思います、はい、そうですね、もうちょっと涙が出そうな感じで、はい、これはリアルに、そうですね、もうやっぱり我々お客様あっての、はいはい、商売というか、うんうん、はい、施設になってますので、はい、もうそのありがたさというかですね、はい、もう最高でしたね。本当にもう不安の中ちょっと開けて、うん、本当に来るのかなっていうのもあったんですけども、うんうん、はいはい、まあ、もちろん、数的にはね、うんうん、まだまだ少ないですけども、はい、やはり、施設、まあ、体験施設ですね、うん、紫村の方にも、まあ、地元の方も来てくれて、であとは観光で訪れた皆さんも足を運んでくれまして、うん、そして、レストランの方もですね、うん、ランチバイキングオープンしまして、はいはい、そちらも皆様、はい、うん、初日から、お越しいただいて、はいはい、そしてまた、お風呂、うん、そして、ホテル紫村と、はい、まあ、本来であればね、もう夏沖縄の観光シーズン、トップシーズンに入っていきますので、うん、まあ、どんどんにぎわっていくっていう、はいはい、例年であればですね、うん、雰囲気の、月ではありますけども、まだまだそのね、までは達しませんけども、うん、はい、でもそういうこういう状況でもですね、うん、足を運んでるお客様がいるっていうことが、はいはい、我々にとっては本当にありがたいことで、はい、感謝しつつ、まあ、そういうお客様をね、うん、大切に、うん、はい、迎え入れて、そしてまあ安全にですね、はいはい、いろいろ遊べるような形でですね、はい、我々はサービスを提供していきたいなというふうに考えております、うん、また子どもたちが遊べる、うん、まあ、遊具をですね、充実させたり、うん、またふれあい動物園という形で、うん、まあ、ヤギがいるんですけども、はい、そういえばこのヤギ、はい、ね、名前募集されてたと思うんですけど、 はい、そのヤギも、まあ、小ヤギがいて、はいはい、その名前決まってなかったので、はいはい、その小ヤギの名前を、先月までですね、はい、SNS 限定になりますけども呼びかけてますよね、はい、そうなんですよ、募集して、はい、まあ、いくつか今候補が上がってるとか、また決定はしてない、そうです、はい、そろそろ決定して決めて、はいはい、何々ちゃんってメス？オス？メスなんですよ。メスの小ヤギなんで、はい、決めていきたいと思って、ただまたそのヤギ小屋もですね、はい、まあ、新設してよりまあお客さんが利用しやすいというか、まあ、ヤギさんも快適に、はいはいはい、お客さんも快適に楽しめる場所をですね、今、まあ、ちょっとまだ未完成なんですけど、はいはい、っていうのもまた、作っていこうという形で動いてますし、まあ、もちろん体験はですね、はいはい、まあ、いろいろ各工房さんコロナの対策を取りつつ、うん、はい、やるので、ちょっと一旦、もう少し落ち着くまで、はいはい、今までやってた体験プログラム少し一旦お休みですっていう部分もありますけども、はいはい、基本的には大体は、はい、うん、今まで通りですね、体験を行えるっていう状況で今、はい、できてますので、うん、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。